はい、吉野で作品を発表してます西尾さんです。西尾さんはキュレーターとしても吉野のアーティストですとかエリアをまとめてくださっているんですけれども、普段西尾さんはどこでどういう作品を制作されてるんですか？これまでどういう作品を発表されてたんでしょうか？そうですね。僕は基本的には服を素材にして、いろんなインスタレーションとかワークショップとかっていう形で作品を発表してきています。で、アートプロジェクトっていう手法で、服なので、こう誰でも参加できる、もうすでに参加してるとも言えるので、古着をこう提供してもらって、一緒にそれを素材に作品を作ったりとか、あるいは子ども向けにワークショップをして、子どもが服を作るっていうことを体験してもらったりとか。服のこう当たり前をこう見直していくようなことを、アートの分野の中でいろいろと試してきたような形です。芸術祭とかにもね、すごく数多く参加されてますし、海外でのプロジェクトも多かったと思うんですけれども、最近だとどういう展示がありましたか？そうですね。最近だと、ちょうどそのマインドトレールの準備期間中でしたけど、東京ビエンナーレっていうのが夏に開催されていて、で、それに普段は奈良を拠点にしてるんですけど、そのビエンナーレ開催地は東京に、滞在制作のような形で、そうですね、そこでずっとこうワークショップを重ねていくようなプロジェクトをしていきましたね。吉野ではどういう作品を発表してるんでしょうか？吉野は割と僕の代表的な作品の一つなんですけれど、古着をやっぱり集めさせてもらって、で、それをこう四角にこう開いていって、で、どんどんつなぎ合わせてパッチワークにすると。で、それをつなぎ合わせて、大きな人が集える、こう、大きな空間を作るっていう作品を、今までも、それこそ世界各地、日本国内でもいろんな場所でやってきたんですけど、それを、吉野のしを視察したときに、森の中を特に見たときに、ここで、そのパッチワークの、大きな空間ができたらいいなというふうに思ったので、それを、展開してます。かなり大きさが大きいですけれども、大体どのぐらい高さあるんでしょうか？高さが大体7メートルで、そうですね、幅が、4メートル角ぐらいの大きさですね。中にも入れるんですけれども、どういうふうに使われると、鑑賞されるといいなというふうに所さん思ってますか？そうですね、やっぱり歩く芸術祭なので、その来場者の方はこうかなり自分の体が疲れてくる感覚の中で作品に出会っていくというふうに思ったので、なんていうか、ある種のそこをこう、休憩の場所として捉えてもらえるといいのかな。実際、こう身近な素材の服なんですけど、それが縫い合わされてこう巨大化すると、割となんかちょっとなんていうんですかね、荘厳な感じもしたり、あるいはでも身近なんで、なんかこう安心感の得る癒しの空間になってたりっていうところがあるので、そういうふうにこう、気を休める場所として使ってもらえたらなというのは、なんとなくイメージしてます。そうですよね。中に入るとすごい万華鏡みたいに見えるし、服一つ一つ見ていると、あ、これ自分が着ていたのだとかってみんなおっしゃっていて、非常に面白い作品だと思いましたけれども、そうですね、コミュニケーション取りながら多くの方と作ってたと思いますが、吉野の街でも作られていましたよね。ワークショップみたいな感じでやられてましたよね。そうですね。下千本駐車場の前にこうテント張らせてもらって、実際1週間強ぐらいですかね。公開制作というような形で、ミシンを持ち込んで、屋外空間ですけど、作業してたら、やっぱり気にかけてくれる方が周りにいて、実際お店が休みの時なんかは、作業にも手伝ってくれたり、古着を持ってきてくれたりっていうふうに、自然とこう、広まっていって、で、そうですね、できたら、時には、そうですね、自分が塗った場所だとか、自分の服がそこにあるとか、あるいは、こういうことやったらもっと、こういう服持ってくればよかったとか、言ってくださる方もいて、でも、なんかそれも、また、
じゃあ次はこんなこと一緒にできるかもねっていうのを逆に地元の方からもうすでにおっしゃってもらってたりもして、そういう意味ではすごいやっぱり滞在政策というか、ね、その地域で作品を作ることのある種の醍醐味を感じているところですね。吉野はどうですか？どんなところでしたか？うん、吉野はね、まあ、僕自身奈良市生まれ育ち で実際もちろんその中で、ね、行ったこともあったし、なんとなくイメージは持ってたんですけど、やっぱり金峰山寺さんがあって蔵王権現さんがいるっていうようなところで、こうなんかなんていうんですかね、こうすごい場として強いところがあるのかなっていうふうな、吉野っていう名前もそうですけど、でそれがなんていうんだろうな、こうある種の保守性というかいうようなものを、正直なところこう最初はちょっと覚悟してたんですけど、実際入ってみると全然逆で、まあ、やっぱり観光客を、ね、こう受け入れてきたっていう土壌があるから、外部から人が来ることに対してすごい抵抗がない方ばっかりで、どんどんなんていうか実験的なことを受け入れてくれるし、包容力があるというか、何をやっても逆にまあ蔵王権現には勝てないっていうような、あるいは桜には勝てないみたいなところがこっちもあるので、まあそこはね、斉藤さんもおっしゃるように別に自然に勝とうとするんじゃなくて、丁寧にそこに作品を置いていくということの意味も確かにやりながら噛みしめながら、なんかいい形でその迎え入れてもらいつつ、僕もいい形で作品を作れたなというふうに思ってますね。今回キュレーションもされているわけですけれども、どうでした？キュレーションをするのと作家としての活動と、まあ、並行してやられたわけですけれども、うん、まあそうですね、まあ、並行してっていうところはやっぱりもうさすがに大変になるだろうということは想像はできてたので、まあ、そういう意味でも自分の作品はこうある種の過去にやったことのあるスタイルでやったということはあるんですけど、やっぱりね、普通の美術展とは全然違うので、歩く中で出会ってもらう作品っていった時に作家をこう、ね、考えるし、で、いろんな作家がそういう環境の中で制作展示したことがあるかっていうと、ね、そっちの方が少数派なわけ でそこに挑戦してもらいがいもあるやろうしっていうことで、まあ、そういうことをイメージしながら、こういう作家に、こういう、そういう歩くっていう環境の中で見てもらう作品。なので、普段、こう、僕がね、選ばせてもらったアーティストの方は、割と、現代アートの文脈で知られてる人っていうのが多いのかなと思うんですけど、でも、なんていうんですか、歩く中で見るっていうことによって、その作家のイメージだったり、作品の見え方が、美術館で見るとなると、とは絶対違ってくると思うので、そこが、ぜひ、まあ、現代アートに詳しい人なんかには、そういうところをこう、ぜひ体感してほしいなっていうのが、ちょっと思うところです。そうですね、現代美術に見慣れてる人、慣れてる人にとっても、ちょっと一風変わった芸術祭だったと思うんですけれども、うん、じゃあ最後に一言、西尾さんから、これから見に行く方も多いと思うので、メッセージをお願いできますでしょうか。そうですね、まあ、今ね、話したことが割とそのままになっちゃうんですけど、やっぱり美術館で見るとは全然違うっていうところで、3、4時間歩く中で作品出会うっていうことが一番特徴になっていて、でそれは僕はある種の時間芸術、新しい形の時間芸術だと思うんですね。美術作家としては演劇とか音楽ライブとか、そういうものにちょっと憧れるところがあるんですけど、美術作品だともう10秒ぐらいで終わっちゃう時がある中で、でもなんかこのマインドトレイルは3、4時間かけて作品に出会ってもらう。で、そうするともちろん鑑賞
体験としては新しいものになるし、その人それぞれの中で感じることが違うだろうしっていうふうに思うので、やっぱり作品を見に行くぞっていう意気込みよりも、とにかく、まだ吉野だったら吉野っていう場所を体感してもらう、とにかく歩くんだっていうつもりで来てもらう中で作品に出会ったり、あるいは祈りの空間に出会ったり、紅葉に出会ったり、あるいはお店に入って人と吉野の人と喋ってもらったりっていうふうにして、その時間の中でそれぞれの見方ができる芸術祭だと思うので、そういうふうに存分に楽しんでいただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。吉野のキュレーターでもあり出品作家でもある西尾さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。